はい、皆さんどうもこんにちは。今日は2月の11日建国記念日ですね。そして僕の誕生日でもあります。まあ特に、パーティーとか祝い事をしないんですけど、自分なりに43歳を祝いたいと思います。そして今日の午前中に、毘沙門天大祭というね、地元で毎年開かれる結構有名なお祭りに行ってきました。その時の映像が少しだけありますので、どうぞご覧ください。お堂の左には
これはいくらですか？700円。お足元にもご注意ください。はい、ご関係ご苦労様です。お足元に気をつけて。だるまをね、ちっちゃいだるまですけど2つ買ってきました。そしてこちらはだるま焼きです。中にあんこが入っていて、まあ、いわゆるたい焼きと同じような感じだと思います。だるまの形をしていて合格必勝って書いてありますね。だるまは小さなものですけどね、ピンク色と赤色、2つのだるまを買ってきました。はい、それではひそやかに自分の誕生日を祝いたいと思います。ノンアルコールですね。はい、それでは誕生日おめでとう。もう一回いこう。乾杯。うん、うん、うまい。これはノンアルコールのグレープフルーツのサワーです。カロリーもゼロ、糖類ゼロ、アルコールもゼロね。なかなかいい飲み物ですね。だるまの色にはそれぞれ意味があり、この一般的な赤いだるまには家内安全、開運吉祥の意味があるそうです。そしてこのピンク色のだるまには良縁祈願や結婚成就の意味があるそうです。はい、それでは早速だるまの目入れ開眼をしていきたいと思います。こんな感じでしょうか。丸くするのが意外と難しいです。
ちらのピンク色のだるまですけど、良縁祈願とか結婚成就、そういう意味合いがありますので、相手がまだ見つかっていない今の段階では命令はしないでおこうと思います。手が黒くなってしまいました。